人の体をもてあそぼうとした罪たっぷりと償ってもらいますからね。待て少女よ、私は別にもてあそんでなど。問答無用。人の話をご。迂闊だったな田島。出した罰を存分に味わってもらえますかね、あの旦那には。母さん、見えなさんの力をこんな風に使う私たちもとっても罰当たりなんじゃないでしょうか。いいんだよ、そこらを漂ってる霊気なんざ神様の残りがみたいなもんさ。ちょっと使ったぐらいで怒られる筋合いはないやね。ああ、今の状態なら腕切り飛ばされたって平気さ、すぐに生えてくる。問題はいつまでもつかってとこなんだけど、まあなるようになんだろう。化け物なんだから。頑張るんですよ、ひふみちゃん。私たちも応援してますからね。あんたたちも少しは戦いなさいよ。偉人さんが危ないみたいだよ。さっさと行った行った。覚えてなさいよ。
は言っても、ナオボ、そろそろあんたの出番が来るかもね。準備はいいかい？サンクティ・エイメン。これで奴の魂は行き場を失う。ま、どうせ別の場所に予備の肉体を用意しているのだろうがな。ひとまず、君の肉体に宿ることはない。よかった。でも、術が完全に解けたわけじゃないんでしょ？それは、これから解けばいいさ。妨害するものはもういないのだからな。そっか。それはそうと、なお、あんた随分とのんびりしてくれてたじゃないの。それくらいで許してやれ、ひふみ。すべては終わ…くれたな。あの程度で我が不死不滅の肉体を持つ我が滅びると思うてか。
んたの相手はこっちでしょ。ほう、魂が抜け出たな。力も消え失せたか。結構結構。ついでに魂も消し去ってやろうか。これがどうかしたのかね、水方直哉。この程度は傷とも言わんぞ。今だよ、直坊。バカな、これほどの。再生ができぬだと。やめろ、水方直哉。やめろ。うわあ。
まだだ。器だけでも。これは、この力は再生ができぬ、だと消える、我が消えてゆく。こんな…バカ!抜け裂く!ボケなすび!どうしてすぐ近くに私がいるってのにそんな力使ってくれちゃったわけ?なおの、バカー!うかつだったわ。なおが大バカだってことすっかり忘れるなんて。最後の時、ちょっとでもあんたのことかっこいいかもなんて思っちゃった私もバカだけどね。敵と味方の区別もつかないほどとはね。大バカどころじゃないわ。バカの大将軍よ。けなしてんのよ。でさ、私の霊体がヤバかったってのはわかる。体を元に戻すには時間がかかるってのもわかるわ。少しマシな方法があったんじゃないの？だからって手近にいた猫で済ます？普通だったらあんたの体に入れて2人は一緒さとか感動的に決めるとこなんじゃないの？人の体に2つの魂は入れがたいものだ。最悪互いに干渉し合い融合してしまう可能性もある。するしかなかった。
そうですよ。動物の魂とならその心配はないんですと母が言ってました。で、私はいつまでこうしていればいいわけ？母が言うには1年。1年？いずれにせよ、体の修復と衰えた魂の養生には時間がかかるということだ。回復すればしたで、今度は両者の再結合の儀式を行わなければならん。乗りかかった船だ。最後まで付き合うとしよう。さてと、そろそろおいとましようか、マタリ。そうですね。母とも今後のことを話し合わなければなりませんし。それじゃあ直哉さん、ひふみちゃん、お茶ごちそうさまでした。期待して待ってるからね。気楽なものね。あんたって世界一幸せな人間かもね。バカ。